7 5トル f k 1 6な。棒立て全部に、牽引時に砲手が座るための簡易座席がある。7 5トル f k 1 6なとは、第二次世界大戦において、ナチスドイツが使用した野砲である。7 5トル f k 1 6なは、第一次世界大戦において、ドイツ帝国陸軍の主力野砲であった7 7トル f k 1 6をもとに、 方針を第一次世界大戦後の1930年代初頭にドイツ国防軍が正式採用した 75mm 砲弾用の方針に換装している。第一次世界大戦後のドイツはベルサイユ条約で重火器の保有を禁止されていたがドイツの倉庫に極秘に保管していた FK16 を利用した。第二次世界大戦においてはドイツは 対重戦車用の対戦車砲には 88mm 高車砲を使用する考えであったため、ソ連赤軍や日本軍などのように野砲を対戦車砲として利用することは考えていなかった。さらに、士団砲兵には 10.5cmF18 と 15cmSFH18 を主力として配備する方針であったため、 75mm 口径の野ーをあまり積極的に運用することはなかった。7.5cmFK16 なの右側面。ありがとうございます。